ザン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 。化け物が、ちょちょちょ。化け物が一番最初に出てきたところに飛んできましたが、ここで武器を探すらしいぞ。こっちを選んでみる。こっち選んでなかった。僕は化け物に立ち向かうべき武器を探した。バカ野郎。ざっとあたりを見回すと誰が置き忘れたのか。ツルハシ。なんだこの。真っ赤だな。こんなツルハシあるか。なぜこんなところにツルハシが。一般的に土方といえばツルハシというイメージがあるかもしれないが、僕は作業で使ったことがない。しかし今は最適な武器だった。そうかな。僕はツルハシを取り上げ化け物に立ち向かった。あ、無理だ。あ、無理だじゃないのよ。こんなものと戦えない。そうだな。退治した途端に勇気がしぼんでしまう。かといってどうしても逃げるのは尺だ。尺だとかいう問題かな。崩れそうになる膝を奮い立たせて、うねうねとうごめく化け物をにらめ上げる。化け物は品定めをするような目線で僕を見下ろしているが、不思議と攻撃はしてこない。油断している？とっさにそう思った時には僕の右肩は動いていた。うん。投げた。化け物に向かい鶴橋を思いっきり投げつけた。ミシ。物理攻撃効くか。鈍い音がし、顔の一つに鶴橋が刺さった。ざまあみろ。勢いまかせに中指を突き立てる。緑。育ち悪いな。しかし化け物に答えた様子はなかった。相変わらず芋虫の腹のようにグニグニと動くだけだ。ただ心なしか無数の目に怒りの火が灯ったように見えた。静寂の向こうに凶暴な竜巻が佇んでいるような不気味さだった。もうダメだ、逃げよう。バーカ。ひどい。逃げるというのが最後まで気に入らない僕は憎まれ口を叩きながら社長の待つ扉に車に飛び乗った。なんだよそれ。お前勇気あるな。怖えよ。運転席の社長がポツリと言った。無謀なだけな気がするが。バーカ。そんなのありなんだ。これも戻るかな、もしかして。うんうん。何か話をしたいなら声の出し方を忘れてしまったかのように喉が動かせなかった。同じだっけ、こんな感じだったっけ。何が足りないかで性別、まあ多分これ何選んでも同じなんじゃないかな。とにかくこっち、とにかく最初化け物に対して対抗する武器を見つけようとするとエンディングが変わるとかなのかな。え、これエンド変わるのか。結局引きずられてるけん。千代に向かって駆け出せ。ダメ、来ないで。お、違うぞ。千代が怯えたように首を振る。その体を抱きかかえようと手を伸ばした。代わり、身代わりになるんだ。ダメだ、すごい力で引き込まれる。離して。千代が懇願している。僕の手を振りほどこうとしている。僕は彼女の体を強く抱きしめた。いや、もう殴られた恨みがあるからやばいって。友達になろうと約束したのだ。一緒に飛行機に乗ろうと。ここで置いていくわけにはいかない。なんか何がこう働いてこうなったのか分かんないけど、勇気があるっていうキャラになったのかな。どう伝えていいか分からず僕は千代を見つめた。涙目の千代は青ざめている。ふっとあたりが暗くなり僕は穴に落ちたことを知った。ドテン。千代も行くんかい。千代と共に柔らかいものの上に落下する。下を見ると西条の体だ。先に落ちていたらしい。じゃーん。相変わらず出てきた。なんか変わんのかこれ。食われるやろ。モグ。あれこれ。こんな感じだったっけ。あれさっき、この前もこんな感じじゃなかったっけ。僕は千代を隠すように強く抱きしめた。ダメ。逃げて。千代が僕の腕の中で暴れている。いや、 やっぱ千代かばってるな前より。僕は目を閉じてただ彼女の髪に顔をうずめた。そうだよね、この前逃げ出そうとしたら風吹いてきて落とされたんだもんな。怨霊たち、僕でお腹いっぱいになってくれないかなと思いながら、え、体中をかじられる痛みの中次第に意識が薄れていった。エンド2じゃねえだろうなこのまま。困るで。友達。おい。勇気があったっていうだけで、もう千代も死んだやろこれどう考えても。おい。ほとんど変わんなかった。ガビーン。エンド5も取ってなかったみたいだから足りないものはないを選ぶらしい。
これでエンド5に突入。足りないものなどないのでは。ひとしきり首をひねったが出てこなかった。足りないものなどないのでは。もう完成してるんじゃないですか。そうかもしれませんね。はあ、そんなんでいいのか。これで生贄になるらしい。あ、最終章奉納。え、そんなんだったっけ。身代わりの面じゃなかった。え、なぜ章の名前が変わったんだろう。え、西条たちの車が動き出したとき、その後部座席に人影が動いたような気がした。誰かが乗っている。ババアじゃねえか。気のせいかな。ばあちゃん、どうだ、大丈夫だろうか。僕は固唾を飲んで見守った。いや、結局崩した。あれ、ちょっと違うか。僕は目を凝らしてハッとする。日の光の下にうっすらと見える。西条の足に絡みつく無数の手が。誰かが悲鳴を上げて、僕は喉を引きつったように声が出せなかった。わあ、引きずり込まれてくわ。結局、あれ、でも千代ちゃんには言ってないか、もしかして。あ、西条だけだ。なぜ。その時どこからか強い向かい風が西条の体を押し戻すように吹いた。こう、目も開けられないほど強く何度も。僕は薄く開けた視界で西条を追った。強い風に邪魔をされても西条の足に絡んだ影は外れなかった。じりじりと西条の体が穴に近づいていく。西条の額が苦悶に歪んでいる。どうしよう。その時何者かが僕の隣を通り過ぎた。穴に引き込まれようとする西条に近づく。おばあちゃんだ、おばあちゃんだ。吹きすさぶ風の中、小さな老婆が立っている。西条が悲しげに老婆を見上げた。老婆は、あ、老婆、いかんて。吸い込まれるように穴に落ちていった。老婆、シルエットもほぼちっちゃくてよくわかんなかったけど、僕たちがあっけに取られていると影はスルスルと穴の中に消えていった。西条は静かに立ち上がった。あれはもしかして千代のおばあちゃん。僕は千代の姿を探した。千代は呆然と穴を見つめていた。その肩に西条が手を置く。千代は西条の胸に顔を伏せて静かに泣いた。おばあちゃんの人となり分からず、おとなしく沈んでいった。結果として千代の祖母が犠牲となり、穴の呪いは消え去った。工事は再開され、今も順調に進んでいる。これで良かったのだ。そう思う反面、僕の中では引っかかるものがある。あの目は完成していたのだろうか。その疑問は喉の奥に詰まったまま口に出せないでいる。それは穴に封じ込まれた呪いのように。あれ、終わりですか。あ、いけにえ。現時点ではわからない。キラーン。ちょっと出てこないですね。僕は正直に答えた。そうですか。西条も僕の答えに期待してはいなかったようだ。まあそりゃそうだ。その後少し取り留めない話をし、西条が屋敷を出るのと合わせて僕も帰ることにした。まあとりあえずこれでいいらしい。こうしときゃいいみたい。章の名前変わってないけど大丈夫かな。どこで分岐出るんだろう。あれ完成していた。あ、変わったかも。本当にこれで完成したのかな。前回は足りないものなんて思いつかなかったけど、僕は改めてお面と向き合った。足りないものがあるとすれば、わーい、色が出てきた。色だ、これだ。よし、藤岡の一族。僕が彼らについて知っている、といえばこれしかない。色が浅黒いんや。色が違うくないですか。僕は西条に言った。西条は意外そうに目を見開いた。色ですか、確かに。ゆっくりと繰り返し、神妙な顔で顎に手を挙げる。当てる。そう、藤岡の一族といえば白い髪に黒い肌が特徴のはずだ。この面は木でできているが、色味がそのままだ。これでは藤岡の一族にはとても見えない。確かに、そうだ、きっとそれです。色味が足りないんだ。
西条はブツブツとつぶやきしきりにうなずいた。寺子さん、ありがとうございます。この面に足りないものが分かりました。え、塗るんですか？僕が聞くと強くうなずく。そう、塗らなければならないし髪の毛も必要です。はてな。西条の言い方に違和感があった。よし、じゃあ千代ちゃん持ってきて坊主にしよう。眉を寄せる僕に気づき続ける。血と髪の毛が必要です、藤岡一族の。血と髪の毛？そこまで物騒な答えに僕はたじろぐ。そんな、まさか血で塗るつもりですか？髪の毛も別に本物じゃなくても血で塗っても黒くならんやろ。いや、もっと早く気づくべきでした。この面は藤岡の身代わり、怨霊は藤岡の肉体を求めているのだから、彼らの血や髪の毛を分けて初めて完成するのでしょう。でも千代や祖母の血と髪の毛を使うというのか。西条は糸口が見つかったことを喜んでいるようだったが、僕は喜べなかった。そんなつもりで色がなんて言ったのではない。血と髪の毛どうするんですか？はっきりさせないと帰れない。いや、でもこのままだとみんな引きずり込まれちゃったりするから、しょうがないんだ。じゃあ、点滴じゃない、血を取って坊主にしよう。僕は顔をこわばらせたまま聞いた。てか、西条も一応髪の毛白いんじゃないの？それは私が調達します。西条は静かに答えた。ババアから髪を全部引き抜いてきます。千代を傷つけるつもりですか？てんてんてん。千代を守るためなんだよ。西条は少し沈黙してから答えた。髪の毛は千代に提供してもらいます。血は？それは千代のものは使いません。というと祖母のものを使うということか。僕はそれ以上は聞かなかった。そのおばあちゃんから血を取るとか。献血です。私は早速、藤岡家に向かいます。寺子さん、今日はお越しいただきありがとうございました。そう言って頭を下げる。これはもう帰れということだろう。僕は複雑な思いのまま神社を後にした。やった、進展があったな。ついにこれでグッドエンドに来たー。最終章、奉納。でん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 。最終章に行けぬままバッドエンドになってた気がするんだけど、これまで。その夜、どうしても気になった僕は千代に電話した。え、髪の毛のことは聞いたけど血って？電話口で千代がうろたえる。どうやら血が必要という話は聞いていないようだ。西条は祖母にだけ話をしたのだろうか。だとしたら、これ以上血の話をしたら千代を悲しませてしまう。僕はとっさに話をそらした。でも重要なことだし言った方が。髪の毛は千代のを使うの？うん、もう切って渡したよ。え、早くね。フランクだな。うん、早い方がいいかなと思って。いいかと思って。夕方に美容院に行って切ってきた。意外に男らしい。そっか、綺麗な髪だったのに。今角刈りだよ。もったいない。白くて水のように流れる髪を思い出しながら僕は惜しんだ。全然ちょうどよかったよ。もう切りたかったし。千代は照れたように笑った。どのぐらい切ったんだろう。もしかしてベリーショートとか。やだ、結構似合うんじゃない？僕の脳内で千代の髪型のモンタージュが始まった。そんなことを考えてると千代が、あのね、と話し始めた。すぐにでもお面は完成しそうだったよ。それでね、そのお面の奉納を西条さんがやる予定だったんだけど、私自分でやりたいって話したんだ。大丈夫か？千代がお面を奉納する？それって危険なんじゃないか？佐藤先輩の強行を思い出す。自分が千代に噛みついた事件も、その僕たちを操った呪いの元凶があの穴の中にいるのだ。そんなところに藤岡家の人間が近づくというのは危なくない？何が起きるかわからないけど、もしかしたら命を落としてしまうかもしれない。ゾッとする想像だった。しかし千代は僕の心配をやんわりと退けた。うん、危険かもしれないけど、でも私が藤岡の末裔なんだから、私がやらなきゃいけないと思うの。私は未熟で何にもできないけれど、これだけはやり遂げないといけない気がしてるの。うん、やはり呪いとともに生きてきたんだろうな、これまでも。静かな口調の中に覚悟の強さを感じさせた。うん、僕がやめろなんて言える立場ではないが。千代は一族の責任を背負おうとしている。そんなもの背負う必要はないと言いたいが、彼女の覚悟も尊重すべきだとも思う。僕はしばらく考えてから口を開いた。じゃあ俺一番近くで応援してるから。え、
奉納の間一番近くにいるよ。もし千代に何かあったら俺が守るからと言おうとしてためらった。以前現場で見たお化けを思い出す。これまでちょっと勇気のない選択肢選んできまくったからな。あんな得体の知れない化け物から守るだなんて軽々しく約束できない。何かあったら俺が千代の手を引いて全速力で逃げるから。情けないがこれが僕の精一杯だ。いや、いざとなったら千代を担いで逃げる覚悟だってある。現実的で安全性の高い方法ではないか。僕が一人でうなずいていると千代は軽やかに笑った。ありがとう。じゃあ安心だね。よろしくね、寺蔵くん。うん、任せてよ。僕は何度もうなずいた。かわいいな。そうだ、彼女は命がけで奉納に挑むのだ。僕だって命がけで彼女を守らなければならない。それが情けない方法であろうとどうだっていい。何があろうと地位を無事に生還させる。呪いの解除や怨霊の成仏よりも大切なことだ。僕は胸に誓った。もう好きやんか。もう完全に告れ告れ。成功したら告ろうもん。これは数日後、僕は西条に呼ばれ神社に来た。例のお面が完成したという。神社には千代と西条が待っていた。おうおう、髪が。千代は長い髪をバッサリ切っていた。いいんじゃないの。それだけでなく西条と似た和服を着ている。まるで別人とまでは言わないが衝撃だった。へ、変かな。ガン見していると気まずそうに髪を撫でながら聞いていく。変じゃないよ、可愛い、似合ってる。僕は慌てて声を上げた。ちょっと驚いたものの、本当によく似合っている。点々、二人の間に妙な沈黙が流れた。おい、今からホラー展開ですぞ。寺子さん、座らないんですか。最初がイラついたように。イラついとるがこの人。いいだろ別に。あ、はい。僕はおとなしく着席した。お前の娘とかじゃないだろ別に。こちらが完成した面です。うわ、猿。そう言って西条はお面を取り出した。前回までのものと大きく姿が変わっている。黒く塗られ白い髪に縁取られている。千代の髪の毛と祖母の血。分かってはいるんだがなんだか怖い。異様な空気を放っていた。やっぱ血だったのか、祖母の血だったのか。今日の午後こちらを穴に奉納しに参ります。まあ祖母の方が一応元の地に近いとは思うけど。西条はお面を木の箱にしまいながら言った。すでに現場の許可は取ってあるという。私が奉納の儀を行いたいと思っていたのですが、千代がどうしてもというので。西条が心配そうな目線を千代に向ける。千代はうなずいた。西条は憂鬱そうなため息をついてから僕を見た。で、寺子さんも奉納に同行していただけますか。あ、はい、もちろん。では今から準備をしますので手伝っていただけますか。はい。そして僕は西条の指示のもと資材の運び出しやら買い出しやらをすることになった。大方の荷物を運び終えた後、僕たちは穴の現場に向かった。こんなんでいいのかね、身代わりの面だけで。鎮魂しろ、鎮魂の儀やってこう。午後、僕たちは穴の現場に到着した。穴の周りを大きく囲んでコーンが並べられている。社長が奉納を行うスペースを確保したようだ。いいぞ。誰なんか違くない？シルエット。仕事中の猪と菅原が近づいてきた。あ、ヘルメットしてんのね。ヘルメットちょっとヘルメットのアクセントがわからん。よ、寺蔵。お疲れ。あれ、千代ちゃん、何その格好。手が髪切った。タモさん、立ったまま世間話を始まりそうになると西条に睨まれた。ちょ、西条厳しすぎ。寺子さん、祭壇を作るので手伝ってください。うっす。西条の様子に犬たちは顔を見合わせてそそくさと立ち去った。とはいえ完全に去ったわけではなく、遠巻きに僕たちを見ている。辺りを見合わせば他の作業員たちも作業の手を止めて僕たちを囲んでいた。そのうちの一人が近づいてくる。誰だ。もういつしか会った現場監督者だった。そういえばいたな、こんなガタイいい人。よう、また供養するんだって。はい。今度は寿司じゃないの。あったな、寿司とおかか。随分と懐かしく感じる。今度こそ成功しますよ。
根拠はないが僕はそう言った。男は日に焼けた頬を上げて笑った。頼むよ、こんな不吉な穴早く埋めちまいたいよ。鬱陶しそうに穴を見やる。僕はただうなずいた。確かにな。僕は祭壇の準備に取り掛かった。最上にこき使われながら資材を運ぶ。穴から数メートル離れた位置に祭壇が出来上がった。奉納とはどんなことをするのか最上に手順を聞いた。要約すると、最上が祝詞という呪文を唱え、千代が穴にお面を落とす。それだけのようだ。危なそう。祭壇の周りにはブルーシートが敷かれ、隅に現場用の給水器とバケツ、紙コップが置かれている。ブルーシートの中に入る人はそちらで手と口をすすいでください。西条が周りに指示する。どんな意味があるのかわからないが僕は従った。清めるんだよ。うちの社長、他社の役職者もそれに続く。10名ほどの男たちがブルーシートに並んだ。おお、俺鼻高いな。しばらくすると奉納の儀が始まった。こんな近くでやんの？一番近くでとは言ったけど、こんな肩寄せ合って。西条が大きなボンボンを振り、祝詞を唱え始めた。全く聞き取れない。法事の時のお経にそっくりだ。僕は千代の隣に立ち、じっとそれを聞いていた。ふんにゃかふんにゃか。しばらくすると西条は祭壇からお面を取った。賞状を渡すように、お、やばいぞこれ。両手で掲げ千代に渡す。優勝です。千代はそれを受け取ると僕の方をちらっと見た。僕はうなずく。頑張れ。二人並んで穴の方を見た。あとはあの穴にこのお面を落とすだけだ。僕たちはゆっくり歩き始めた。その時僕は気づいた。穴の中に黒い影がうごめいている。あれは？ひい。にょろ。手だ。無数の手が伸びている。隣で千代が息を呑むのが分かった。自然と二人とも足が止まる。やべえ。無数の手はスーッとこちらに近づいてきた。僕はいつでも千代を抱えて逃げる覚悟を決めて、それを目で追う。手は一直線に千代が持つお面に向かって伸びてくる。そして千代の手からお面を奪うと、穴の中にスルスルと戻っていった。千代もなんか白いお面つけといた方がいいんじゃない？大丈夫か？違う人だよーって、アピールするために。いいんだ。お面の方を優先。僕たちはあっけに取られて穴を見つめた。やっぱりさ、白い髪だと危ないからさ、丸ハゲにしてくるべきだったんじゃ。あ、しばらくすると穴の中から白い光がポコポコと上がってきた。あれは人玉？コップの底から立ち上るサイダーの泡のように震えながら空に向かって飛んでいく。成仏したか。次々と空に溶けていくその光を僕たちはただ見上げていた。ハッピーエンド。終わった？やった！鎮魂完了。空港できた。ほんで、やりました。数年後僕は飛行機の機内にいた。あれ、サイドテール復活してる。隣に初めての飛行機を目に輝かせている千代がいる。無事に空港が完成したため、約束通りに飛行機の旅行に来たのだ。数年後になった。結局それまで進展なかったのか。こんな大きいものが空を飛ぶなんてすっごいね。千代は無邪気にはしゃいでいる。そうだね。修学旅行ぶりの飛行機に若干ビビっている僕はこわばった笑顔を作った。例の穴の呪いはお面を奉納したあの日からピタリとやんだ。お面が完成していた証拠だろう。何事もなかったかのように工事は再開し、今日に至る。いや、何も変化がなかったわけではない。僕と千代の関係には変化があった。やりました。僕はあの後も頻繁に千代を誘い遊びに出かけた。犬たちが一緒の時もあったが、次第に二人きりで出かけることが多くなった。そして僕に念願の彼女ができたのだ。やった。あ、寺蔵くん、動き始めたね。千代が楽しそうに窓の外を見ている。彼女がどうしても窓際がいいというので喜んで譲ってあげた。なんか怖いとかじゃないもんね。絶叫マシン好きだもんな。横目で確認すると窓から飛行機の大きな羽が伸びているのが見える。別に窓際怖いとかないと思うけどな、飛行機って。そういえば修学旅行の時もこんな席だった。あの時は羽の一部にペコペコ動く弁のようなものがあった。僕はそこから羽が崩壊するような気がして、飛行機が飛んでいる間ずっとヒヤヒヤしていたというのを思い出していた。なんて部品だっけあれ、忘れた。やだ、お腹が痛い気がする。やだって。トイレに行った方がいいかな。
席を立とうとすると千代が不思議そうに見上げる。もう出発するみたいだよ。ちょっとトイレに。え、さっきも言ったじゃん。飛んでからにしなよ。はい、座るとシートベルトを示す。うう、厳しい。なよなよしてんなお前。千代の言葉に呼応するように離陸を知らせるアナウンスが流れた。僕は観念してシートに体を沈める。あ、すごい、ジェットコースターみたい。明るいつぶやきが隣から聞こえる。ヒーン。ここから怖い展開にならんよな。飛行機は地上を離れ高度を上げていく。耳がおかしくなるので何度もあくびして耳抜きをする。すごい、飛んでる。千代は窓に張り付いて感動している。寺蔵くん、ありがとうね。窓を向いたままポツリと言った。私、こんなに楽しいことが待ってるなんて考えたことがなかった。寺蔵くんのおかげで私。大げさだよ。どこへでも連れてくって前言ったじゃん。千代は何か言いたげだったが言葉を飲み込んだ。こういうことが最近よくある。何か僕に伝えたいがためらっているような。僕には実は見当がついていた。あれから数年が経ち、僕は多少老けたと思う。まだ20代半ばだから老けたという表現は適切じゃないかもしれないけれど、でも千代は変わらない。髪は伸びたが10代だと言われればそう見える。出会った頃のままだ。あのもお面を塗った血は誰のものだったか、そこにヒントが隠されているように思う。え、何それ。千代の祖母に会う機会があったが、もう100歳近いのではというほどの老婆だった。あのおばあさんから血をもらうだなんて妻女がしたとは思えない。では血はどこから入手したのだ。え、一人しかいない。藤岡の直系は3人いたのだ。ではなぜ身分を偽ったのか、隠さねばならない理由があったはずだ。パパ、もしかして。違う、パパじゃないよな。その理由は姿の変わらない千代を見ていると浮かんでくる。え、300年前に少年だったはずの彼が現代に生きていることを隠したかったのではないか。ええー、最上。千代の母親は彼女を産んだ際に亡くなってしまったのだと、しまったと聞いた。その後父親も亡くなったという。その父親は婿養子だったと聞いたのだが、僕の仮説が正しいとすればそれは嘘だ。そしてもし藤岡家の血筋が並外れて長命だとしたら、そんなに希少な血筋を根血にしたいなんて考えるだろうか。血筋の血筋を守りたいと考える方が自然ではないか。その方法は一つだけある。300年前に少年だった彼が自分の母親とその間にできた娘と関係したならば。うわ、いや、そんなことを考えるのは下世話だ。それに僕にとって重要なことではない。僕にとって重要なことはこの時間に千代と一緒にいられること。彼女が何者であってももうどうでもいいということ。そして彼女がそれを信じてくれることだ。あ、素敵やん。あ、素敵やった。よかった、いやぞ、いい子だわ。窓の外には青空が広がっている。僕は千代の手を握った。青空を見つめていた彼女は振り向いた。目が合うと僕たちは微笑みを交わした。もう綺麗に終わったな、随分。素晴らしい。グッドエンド。角で。角でや。よかった。ありがとうございました。ようやくグッドエンドにたどり着きました。最後まで残してしまった。ちゃんと攻略が作者さんのホームページにあったからやりやすかったです。サンキュー。いやー、いいゲームでしたよ。さて次何やろうか。なんかおすすめのゲームに行ってくれてる人いたからそれやってみようかな。